りょうくん、おい、なんでそんなお前怒ってんねん。おい、弱そう。弱いやろ、絶対。ミナーズ入りたいって言ってたよ。ああ、言ってたな。入れるか入れへんかぐらいやったよ、正直な、違うやつが入った。違うやつ、しかも、ほぼ身内チームメイトが入った。誰それ。炎上。おい、炎上、何してくれてんねん。ちょっと呼び出してるからさ、タイマンボコローかな思ってる。それで買ったらウィナーズ入れるみたいな感じか。入れるじゃなくて引きずり下ろす。なるほどな。マジ来てるから。ダサいねんな、ずっと。ほんまにずっと切れ方ダサいな。あ、ダサ。おい、おい、おい、こんにちは。お疲れ様です。来てくれた今日。あ、はい、今日はなんか呼び出されたんで来たんですけど。トンズラこっかな思ってんけど。あ、はいはい。エンジョ君、チーム入ってなかったっすか。プロマンとかっすか。あ、他のチームなんか入ってなかったっすか。あー、見たんすか。それやー、それやー。YouTube 見てたらトライアウトに出てた。コメ欄全部遠見。どういうコメントがあったん。遠見チートすぎる、遠見うますぎる、これは遠見入らなあかん。今日はタイマンス。もちろんいける。あ、もちろんみなーズなんで。もちろん、はい、みなーズなんで。炎上くん得意なプレーは。僕はまあドリブルですかね。そうですよね。炎上くんの得意な、まあ、ドリブル1対1でボコるぞ。マジでマジボコるっす。なんかこの間僕ら1対1大会出たんですけど、僕梅ちゃん、りょうくんが推薦枠出て、まあ、僕と梅ちゃん3回戦いたんですけど、なんか1人だけなんかチラって負けてた人いたんですけど、1対1で大丈夫そうですか。これやったらリベンジャーズで1位になったらおばたろうくん連れてきてもらっていいですか。リベンジャーズで1位、あー、泣かせんといて。1対1させてもらっていいですか。あー、やりますか。お願いします。お願いします。え、何で抜くんすか。また抜き。また抜き、うん、余裕っすね。なんかうえーってかってかかってきたから。また行ったる。余裕。見といてみ、あの向きになって止めに来るから。また行ったるから。キーパーお願いします。おい、逆に俺でいいん。キーパー別に抜かんでもシュートは打っていいねんな。全然、はい、ゴールに入れば。はいはい、はい、OK。 これ趣旨変わるかもしれんけど、一応言わせてもらうけど、俺キーパー入るやん。終わらんよ。二点選手で考えてたんですけど、大丈夫かな。終わらんと思う。はい、おいおい、まただるいやつ出てきたぞ。怖いな、だるいってみんな。だるいやつ構えんけ。とりあえずじゃあナイターつくまでとかにします。まあ、うん、全然。どんだけやろうとしてんね。サイドどっちかからで、二点選手で。オッケーです。最初はグッ、じゃんけん、はい。あ、俺先行で。あ、そう。選んでいいっすよ。全然。あ、こういくっすよ。選ばしてくれるんですか。え、これ抜いて決めちゃってもいい。あー、はい、まあ、ゴールに入れば。あ、そうね。オッケーオッケー。じゃあ抜いて決めちゃう、決めさせていただこうかな。続け。はい、あいつ、はい、あいつだぞ。あー、じゃあ、あいつ。ナイスキー。オー、次に入るぞ、そいつは。オーケーオーケー、こっちに対してシュートを出すから。あ、入った。
あれあれただの陽気なやつやん、それは。なんか、はい、どうしたんすか。牙曲がらんかも。似てんやもんな。あー、確かに。別に別に、だから終わらんのは終わらんよ、それは。あー、うん、もう入らん、もう入らん、入らん。ナイスキー。うわ、キーパーこんなんだった。心配やな、キーパー。よかったな。決めた勝ちやぞ。しゃあ、決めた勝ちや。キーパー降りてくる。惜しい。よし。うわー、くそー。今すごいいい守備。わかりました。今すごいいい守備だ。おう、ちょっと怖いな。おお。危ねー。練習台にされてないですか、今の。でも今のが餌かもしれへん、次の。ってことは、あ、でもなんかまだ止めてる？あ、止まってんね。止められてた。あれ？待って。止めたっすか？あ、映ってない。いや、なんか入ったように映ったっすけど。え、これシュートだ。ここから何も動いてない。止めたっすか今？え？あ、普通に止めたってこれでずっとなんか二人で喋ってたから。うわ、入ったと思ったっすわ。興奮してもうた。そうやろ。恥ずかしい。お前さ、恥ずかしい。ずっと俺これが動いてないで。悪いけど。入ったように見えたけど。ナイスキーっすわ。あ、今下がってたけど、この辺やった。ネット揺れたんは何やったんや。風ちゃうな、でも風強いし。わからん。理由はわからん、俺自分でも。ナイスキーっす。ちょ、入ったの。はずい。うわ、バリ喜んでもうた。マジではずいわ。入ったと思ってた。あ、じゃあまだなんや。でもまだっすよ。止まってたっすもん、今見たら。マジか。だって入ってないもんな。入ったと。あ、今の入ってなかったっすよ。よしよし、ラッキーやな。なんかわかんけど、ラッキー。やられた。全部右からやんの？うん。だって抜けるもん。ひも。止めます。向かい線男。危ない。やあ。右でいいですか？右で。ミナズもね、スタメン右で出てましたもんね。右で、右利きなんでね。やばい。うわー。キーパー。エラシコエグいな、今の。やられた。エグい今の。あのキーパーだるいって。あんなんやってやっぱ駆け引きしてるよ、あのキーパー。キーパーいいよ。そうか。
ナイスキー。普通に止めるんか。右から行くっすわ。右行きなんで。うまい。うまい今の。どうだけど。同点ですね。次天気メーターの勝ちやな。しゃ。うおお。四ちゃうよ。読んちゃうよ。待って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 。あれ？待って。あれ？少林雑貨のキーパーみたいになってんな。え、あっちのボールは違うんか。あっちに入らんかった。え。ここなんや。僕外のシュート止めてるやん。当たってきたのを取った。あ、こっち当たったんですか。当たってこぼれんかなと思ったから。当たった瞬間に手ここ、あ、入ったと思ってたやん。え、今みんな思ったよ。いや入ってるって。リプレイ流してここで。ちょ、止まってる。あ、もしかほら。え、やばいやばい。待って、ほらもう止めた顔してるもん。顔も止めてる顔してるやん。止まってるわこれ。止まってる。一回ちょっと上谷さんの口から聞いてこ。どうやったっすか今のシュート。止まってる。そうやんな。スピードエグい。あれ待って。シュートポスト当たって、こう帰ってきてのこれや。炎上くん勝ち。もういい。待って。キーパー止まってるかもしれない。もう、キーって。もう、これ一生やるやん。無理やって。終わらんから無理やって。顔入ってますで。ハンドではないっす。よっしゃ、よかった。ってことは、入ったか入ってないかで言ったら入ってない。あー、ロックで勝ちやって。もうええ。はよ終われ。もうやんけこれ。もうええわ。一生入らんぞ。もうええわ。もう一生終わらんからこれ。はよ閉めろお前。もう寒いねん。もうキーパーええってもう入ってんよ。三谷さんの言った通りさ、ほらナイターついたやん。ほんまよ。もうついてるよ。で次の人もう来てるから。キーパーうますぎるやん。引き分けキーパーが上手すぎて入らん。はい、入らへんもん。最初に忠告いただいた通り、うん、点入らなかった。まあまあまあ何本か入れられたけどね。2点までは入ってない。1対1点はごめん入れられた。確かにごめん。終わらなかったんで後日持ち越しとかでもいいですか。あ、全然。うん、やっぱキーパー上手すぎて。確かに終わらん。何対何の引き分けなの。1-1。入ってないんや。じゃあ申し訳ない。俺のせいや。ありがとうございました。またお願いします。ありがとうございました。ありがとうございました。ヤバ集団や。よいしょ。